さあ、というわけでみんな、今人気の世界にやってきた。え？どこですか、ここ。見てみんな、あそこにいるのは、あのシーソニック。うわ、光、やばいじゃない？そう、でもあれは動かないやつね。で、なんかこのね、コースターに乗って、どうやら、シーソニックの口の中に入れるみたい。え？なるほどね、これか。で、プールを見てほら、あそこにも大きいのがいるんだよね。うわ、ちょっとさすがに大きすぎない、あれ。でもあそこだと多分口の中に入れるから、ちょっとあの口の中に入ってどうなるかやってみよう。おし、じゃあみんな、シンソニックの口の中に入っていくから、応援よろしくね。おしゃ、応援よろしく。おし、じゃあまず乗るところから始めよう。なんかコースター一つしかないからすごい喧嘩になってるよ。すごいとこ走ってる人いる。と待って、どうしたらいいの？まずポチッと押して、乗る。あ、ダメか。これちょっとプロート乗らないとね。もう確かにね。さあ、じゃあ待って。まず出発するよ。よし。あー、ずらされる。なんかすごい意地悪されるんだけど。じゃあ、プロ、ちょっと先で待ってて。お、わかった。こっち？そう。ちょっと俺が乗っていくから、飛び乗ってもらおう。二人同時は厳しいからね。あ、来た来た。おし、行った。さあ、プロ乗るんだ。うおー、ずれちゃった。ダメだ。乗れなかった。さあ、来た。お、来た。もう一回乗れそう。あ、俺ちゃん。あ、上に乗った。上に乗った、ナイス。あ、行っちゃった。ちょっと待って。あ、動かされちゃった。ちょっと待って、これ人が多すぎて乗れないから、ちょっと歩いていくか。お、いいね。そうしよう。じゃあ、合体だ。おいしょ。おいしょ。おし。じゃあもう、これで行きます。お、もうずっと渋滞してるね。なんか、このコースターでは、人の邪魔をするのが流行ってるみたいだね。乗ってもね、このソニックになった人たちがぶつかってね、ずらしてくるんだよね。さあ、ダッシュできる、ダッシュできる。ダッシュめっちゃ速いじゃん。お、ほんとだ。これなら早く行けそう。さあ、こんな感じでもうダッシュしていっちゃおう。さあ、コースターは邪魔されるから、ちゃんとね、回っていきます。まあ、こんな感じで回っていけば、大丈夫。おし、こうしないとちょっと危ないな。さあ、みんな、必殺。ぐるぐる回ります。さあ、ここは早送り。さあみんな、ここまで走ってきたけど、怖っ。めっちゃ大きい。ちなみに、まだ誰も後ろから来てない。普通にコースターで行くのは難しいのかな。まあ、この調子で歩き続ければ、きっとあのね、超嫌いなシンソニックの元へ行ける。あのシンソニックは、気になるね。さあ、口の中めちゃくちゃ気になるから。あ、でもやっとぐるぐるコースが終わったから、こうダッシュで行こう。よし。こんな感じで、もう地球が、下にある、宇宙だ。宇宙なんだ、ここ。ちょっと怖いから慎重に歩いていくけどね。まあ、こんな感じで、ダッシュは早いから、ダッシュで行きます。おいしょ！まっすぐだけ超ダッシュ。やばい！曲がるとこだけ超慎重に行きます。さあ、というわけでみんな直線まで来たよ。わ、結構来た。さあ、みんなずっと下で争ってるんだよね、コースターを。誰一人まともに乗れてないから。さあ、そんなことをしてる間に俺たちは、もう先に行っちゃうもんね。うわ、めっちゃまっすぐだ。行きます、みんな。危ない危ない、怖い。こうやってる方が安全かな。こうやってる方が安全だね。うわ、ちょっと怖いな。スピード出しすぎると危ないな。わ、でももうちょっとだよ。落ちなければ。落ちなければもうちょっと頑張ります。さあ、ちょっとここだけ気をつけよう。さあ、もう誰も届かないでしょう。誰も俺たちには追いつけない。おし。ちょっと足が滑っちゃいそうで怖いけど。おっしゃ。来た来た来た。さあ、これで来た。ここでカートも出せるんだ。なるほど。ここまで来れば、おお、超安全じゃん。ちょっと落ちないか心配だけどね。やってみるか。おお、ちょっと待って。慎重に行こう。スピード超遅くするよ。さあ、こんな感じでね、遅くします。さあ、みんな来たよ。ここまで来た。わ、やった。結構来たね。誰も来てないよ。
さあここは誰一人来れてない場所。さあ俺たちだけで来た。こっそりね。すごい前に何か見えるんだけど。もう何あれ、コースターいっぱいあるんじゃない。本当だ。いやちょっとこのまま行ってみるか。まあ、ここまで来ればとりあえず安全なんだけど。お来た、怖っ。よし、じゃあちょっと行ってみる。何これ、ここは、ここ落ちるのかな。あ、ここ落ちないんだ。あ、じゃあここまで行けるね。まっすぐ行ってみよう。さあみんな、あ、ここから違うコースに行っちゃうんだ。でも待って、口の中入りたいよねみんな。怖すぎるんだけど。シンソニック怖すぎる。口の中に口がたくさんあるからね。よし、じゃあちょっと向こうは特に何もなさそうだよね。というわけでみんな、ちょっとこの口の中飛び込んでみるか。うわ、気になる。よし、じゃあみんな無事を祈ってください。口の中には何があるんだろう。よし、この辺から走っていっちゃおう。それじゃあ行きます。せーの、おいしょ、おいしょ。わお、なんだ、飛んだぞブルオ。わ、何ここ、すごい、この人も飲み込まれたのかな。ちょっと待って、何これ。わあ、待ってみんな、これもしかして変身できるってこと。うわあ、待って、あのシンテイルスなのかな、これは。あのシンソニックの口から出るやつになっちゃった。すごい。というわけでみんな、口の中に入ったらなんとこのテイルスになってしまった。不気味なテイルス。ちょっと待って、じゃあ他にも見てみる。あ、飛べないんだ。でも、あ、死んじゃった。じゃあこっちのテイルスになってもう一回行ってみよう。なんだこれ、ソニックのマップだね。お腹の中にこんな扱いが広がってたのかな。さあこのテイルスも一応ジャンプ2回できるから、取れてないやつ取ってみよう。あ、こっちにもある。わ、本当だ。それもしかしてナックルスじゃない。ナックルズかな。違う、これシャドウだ。でもなんか透けてるな。おう、でなんかスピードがすごく遅い。ちょっと待って、スピード全然遅いんだけど。後からスピード出るタイプが。あ、やばい、落ちる。何この動き、おかしい。ちょっと待って、動きがおかしかったね。こっちも行ってみようか。あ、あっちにもあった。そっちか、そっちから回るんだ。ちなみにみんな、シンソニックのこと知らない人はさ、絶対にシンソニックのリアクション動画見てね。この動画を見るとわかると思う。よし、じゃあこれ撮ろう。さあ来い、これシンソニックじゃん。シンソニックにも慣れちゃうの。聞いた、なんか体に小さくない。めっちゃ足遅いんだけど。めっちゃ足遅かったよ。さあ多分徐々にスピードが上がっていくんだ。お、本当だ、でも遅いね。さあ、あれ、なんか原作より遅いんじゃない。危ない、落ちる落ちる。めっちゃ滑るから、ほら操作しづらそう。テイルスに変身、テイルスの方が操作しやすい。あ、こっちにもあった。ちょっとこっち先取ろう。なんで死んだことになった。ちょっともう一回行きます。こっち行きたい。おいしょ。あ、シャドウ、これダークソニックか。ダークソニックさ、操作しやすいんじゃない。お、かっこいい、ジャンプ力高っ。みんなチートいた。チートキャラ見つけました。おいしょ。お、これチートだな。これで集めようか。さあ、ダークシャドウかっこいいね。うわ、みんな、ナックルズも完全っていうか、完全に仲間になってた。おお。あ、ナックルズめっちゃ動かしやすい。これが一番、なんかバランス取れてる。おし、じゃあちょっと待って、みんな。なんで、なんで足が、なんで足が引っかかるんだ。ああ。よし、こっちこっち。こっちにもあったよ、一個。どこだ、この辺あったね、ほら。あ、なんか透けてるやつだ。透けてるやつはもしかしたら早いのかな。変わんないね。じゃあダークソニック、ダークソニックなら、おお、すごいジャンプ力だ。ダークソニックがいればどこにでも行ける。あと取れてないの、あ、あれとか取れてないね。おいしょ、二段ジャンプで一気に行っちゃう。おいしょ、これは、お、何それ、あ、怖いやつだ。これも多分操作しづらいな。じゃあ他にも行っちゃうぜ。ちょっとダークの力を借りて行ってないところに行きます。おし、行った行った行った。この高いところに2つある。これと、お、ソニック、普通のソニック強いんじゃない。お、来た。あ、ソニックね、強くはない。あれ、速くもないし高くもないな。あー、出た、グラステイルズ。グラスっていうやつは透けてるんだ。じゃあ次は向こうだな。向こう行ってみるか。ちょっとソニックだと心配だけど、いけるかもしれないね。ソニック操作しやすい。
足はバタバタしてるけどスピードは出ない。わ、本当だ、足は遅いけどいい感じ。これ撮ってるやつだから、ダークソニック力を貸してくれ。おいしょ。さあもうチートを使って上まで上がります。この辺はないね。あったあったあった。さあ透けてるやつ取って、さあでここも行って、あこっちの裏ね、こっちの裏もあるから、おし、ゴールドシンソニック。さあ操作はしづらい、体ちっさ。さああとこの下、この下は取ったかな。あ取れた、普通のソニックが取れました。やった、ベーシックソニック。おー強いソニック、やった。こんな最初の近くにあったんだ強いやつ。もう本当だ、みんな使ってるやつじゃない。さあというわけでみんなソニックが取れました。やった、念願のソニックね。これで全部集まったかな。はい、というわけでみんな今回は新ソニックの口に入ってきました。だいぶ怖かったね。そしてなんとあの新ソニックの口から出てくるテイルスにもなれました。やった。うわーやっぱ口の中に口がある。あるね。でもねこの世界のテイルスは飛べないみたい。はい、というわけでね、新ソニックの口の中怖すぎると思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ変身できたしよかったね。ちなみに口の中に入らなくてもこの世界のリンク概要欄に貼っとくから、ぜひみんなも集めてみてね。集めてみてね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー、またねー、ね。うわー口ちょっと臭そうってか怖いな。